どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは今回ですが、ちょっと遅くなったんですが、2021年に購入したスニーカーベスト10をご紹介しようと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではまず購入した数ですが、今年もかなり多くて正確には数えきれてないんですが、ざっとカウントしたところ合計120足ちょっとぐらいかなと思います。ちなみに2020年は140足ぐらいなので、少しだけ減ったとはいえ、またとんでもない数を買ったかなというような印象です。正直もう家も限界に近くて、ちょくちょく親戚とか家族にもプレゼントとかしてるんですが、かなりやばい状況となっています。で、一応去年の動画もあるので、よければ前回の動画も見ていただければ違いも楽しんでいただけるかなと思います。で、あとブランドの内訳なんですが、こちらもやや推測混じりにはなるんですが、アシックスとアディダスが1、ミズノとリーボックが2、バンズが3、ニューバランスが8で、ナイキがおそらく100足ちょっとぐらいかなと思います。なんだかんだナイキが圧倒的に中心にはなりますが、やっぱりニューバランスも増えたかなというような感じがしております。ただそんな中でちょっと悲しいのが、2020年に引き続き平日は在宅勤務で、休日も友達と外に飲みに出たりする機会っていうのはほとんどなくて、買ったスニーカーはほとんど下ろせてません。で、個人的には新しいスニーカーはテンションが上がるような日に下ろしたいという思いもあって、今年こそは少しでも楽しい日を増やしてスニーカーを下ろしまくりたいなと願ってます。では改めて今回のランキングですが、特に基準とかはなくて、単純に変えてよかったなとか思ったものを感覚的に選んでおります。あとコラボは別としてなんですが、同じ方のモデルからは1足というような形のランキングにしています。例えばダンクローからは1足だけみたいな感じですね。それでは何が出てくるか予想しながら見ていただければと思います。では行ってみましょう。ではまず第10位、第10位のモデルはこちら、心臓パリミズノコンテンダーでございます。はい、ということで一発目はミズノになりますが、もともとユーロ圏のショップとかブランドのコラボのものって結構ツボの配色やら素材使いのものが多いんですよね。で、今回もこのコーデュロイの温かい感じと、全体のトーンで、それにパキッと全体を駆け抜けるようなランバードという感じが、全体の仕上がりがめちゃくちゃ好みかなというところです。あとパリと日本を結ぶようなコンセプトの一足という感じで、特別感も十分というところもいいなと思っています。ちょっとヒールのひらがなの心臓っていうのはどうかなと思いつつも、カラーリングにやられていまして、かなり欲しいなと思っていた一足でした。あとこれの前にハノンコラボのスカイメダルを買えなくて後悔していたのに、これも買い逃しそうになって探し回ってようやく買えたみたいなのもあって、考えもひとしおというような一足です。では続いて第9位、第9位のモデルはこちら、サカイナイキベイパーワッフルのダークアイリスでございます。はい、ということでこちらはもはやおなじみサカイコラボのベイパーですね。もともとサカイはファッション軸で入った人間として、ブランド的にも好きということもあって、やっぱりこのベイパーもかなりいいなと思ってしまいます。ちなみにこれが発売される前はアッパーの素材は結構粗めのメッシュになってたのが、ここからナイロンベースに変わってオールシーズン履けるような仕様になったというような一足になっています。で、これはどちらかというと同時に発売されたあのベージュっぽいカラーの方が欲しかったんですが、このカラーも実物はそこまでこうギラギラしすぎてなくて、うまくまとめられてるなと思えるような一足でした。ただ1点だけ懸念点を挙げるとすれば、結構街で被ることがあるというところでしょうか。そればっかりはどうしようもないかなというような感じです。それでは第8位、第8位のモデルはこちら、ナイキダンクローの庭師でございます。はい、ということで、ダンクローで一番良かったかなというのはこちらの庭師でした。ダンクのリリースもかなり多かった1年だと思うのですが、作りの面でも玉石混合というか、結構甘かったりする部分を感じることもあった中で、いや、かなり作り込みがしっかりしてるなと思えた一足です。全体のカラーリングや風合いはもちろん、質感とか素材の使い分け、結構しっかり作り込みされてるなというのがすごく感じられる一足じゃないかなと思います。で、カラーリングも好みが分かりにくいバランスで、地味すぎなくて服にも合わせやすいというのもいいですし、日本初のコンセプトモデルみたいなところも個人的にはすごく良かったです。本当にコンセプトから作り込みまであんまり悪い点というのを見つけにくく、すごく優秀なモデルじゃないかなと思いました。
では第7位、第7位のモデルはこちら、ナイキエアジョーダン1レトロハイ OG のパランでございます。はい、ということで AJ1 の OG からはパランを選びました。まあダンクもなんですが、 AJ1 も本当にいいのがいくつもあって、他にもユニバーシティブルーやらハイパーロイヤルとかもめちゃくちゃかっこいいと思いますし、正直かなり高オツがつけがたかったです。まあそんな中でも、もともとダンクから来てはいるものの、個人的な好みとして黒木というのはやっぱりドンズバの配色でして、質感とかもめちゃくちゃいいなと思ったこともあって、まあパランかなというような感じでした。ちなみにこれは全然余ってくれてたということもあって2足目になっています。あとまあちょっと余談ですが、黒キーで言うとダンクの SB のハイのあのリバースアイオワとか、あとはダンクローのアイオワっぽいのとか、まあ好き上に同じようなカラーをたくさん買ってしまった1年になっています。では続いて第6位、第6位のモデルはこちら、ニューバランス M2002RDA のレインクラウドでございます。はい、ということでニューバランスの2002の中でも圧倒的な存在感を残したプロテクションパックの一足になります。でこの 2002R 自体歩き心地もすごく快適ですし、コスパで言うとかなり最強クラスのスニーカーだと思ってるんですが、そこにここまでエッジの効いたデザインを入れながらも絶妙なバランスにまとめられているというのが本当にすごいなと思いました。グレーのトーンも、まあ、おそらく4種類から5種類ぐらいのグラデーションで立体感が演出されてたり、あと素材使いを見てもスウェードだけでも良さそうなのに、ヒールとタンにはスムースレザーを使ってたり、随所にこだわりというか遊び心がふんだんに詰め込まれているのが印象的です。そしてなんせこれがインラインで出てくるというのが本当にすごいなと思えるぐらい、まあ、かなりよくできたデザインだと思えるような一足でした。ではここからベスト5になります。第5位のモデルがこちら、リーバイスニューバランスの M990V3 でございます。はい、ということでニューバランスが続きましたが、リーバイスのコラボの 990V3 ですね。これはさっきの2002とどっちを上にするか本当に迷いました。まあ、単純なかっこよさでは2002の方に軍配が上がるかなというような気もしつつ、まあ、この独特のカラーリングと素材感、このリーバイスならではの表現が好みのポイントかなというところでした。まあ、ニューバランスというとやっぱりグレーということもあって、グレー系のって他にもいっぱいいいのがあると思いますし、これからもコラボとかでもリリースがあるんじゃないかなと思うんですが、この絶妙な感じのカラーってあんまりこれから出ないんじゃないかなというのもあって、唯一無二感というところもポイントでした。ちなみにこれはグレーカラーもあって、そちらも十分かっこいいんですが、まあどちらかというとこのブルーの方がよりリーバイス感があっていいんじゃないかなと思いました。では第4位、第4位のモデルはこちら、ナイキエアジョーダン4のライトニングでございます。はい、ということで AJ4 からはライトニングを選びました。まあ AJ4 も結構いいカラーが他にも出てまして、ユニバーシティブルーとかトープヘイズっていうところもかなりの高配色だったと思うんですが、まあやっぱりライトニングかなと。でこれについてはもう復刻がリークされた時から絶対に買いたいと心に決めていたような一足でした。まあオリジナルが限定販売ということもあって、ライトニングを買える世界線があるとは思ってなかったので、手に入った時は本当にウキウキでしたね。ただまあ思ったよりも人気が出なかったという感じで、まさかライトニングが余るとも思ってなかったのでめちゃくちゃびっくりしました。ちなみにこれは多分未だにスニーカーズでも買えるんじゃないかなと思うので、迷ってる方がいればぜひ手に取ってもらいたい一足です。ではベスト3、第3位のモデルがこちら、パタナイキエアマックス1のノイズアクアでございます。はい、ということでパタのエアマックス1はノイズアクアの方を選びました。まあ、これもモナークとめちゃくちゃ高音つけがたいんですが、ビサでこっちかなというぐらいの感じです。でこれに関しては2021年のエアマックスの中でも屈指の名作だったんじゃないかなと思っています。このコラボならではのマッドガードのデザインディテールもいいですし、全体のカラーリングについてもすごくまとまりがあるようになっていて、素材の風合いもいい雰囲気というようなところも相まって、トータルでの満足度がすごく高い一足じゃないかなと思います。あとはもともとエアマックスが好きなタイプで、その中でもエアマックス1はフォルムも含めて履き回しもしやすくて好きというのも相まって、本当に折れとくというような感じの一足でした。
まあ今年は周年ということもあるので、今後の展開にも期待していきたいなと思います。さあそれでは第2位のモデルがこちら、トラビス・スコットフラグメントデザイン、ナイキエアジョーダン1ハイでございます。はい、ということで、まあこれが1位じゃないかと思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。トラビスフラグメントの AJ1 が2位になりました。いやまあスニーカーズの限定オファーを見た時は手が震えましたね。まあそれだけに埋彩が変えずでハーフしたっていうのが本当に悔やまれます。でもうこのスニーカーについては威圧感というか厳かな雰囲気というか、まあ他のスニーカーとは一線を画したような雰囲気です。もちろんフラグメントが好きっていうのもあったり、スニーカーのデザイン面がみたいなのもあるんですが、これについてはもう二度とこんな貴重なスニーカー手に入らないだろうなというのが大きなウェイトを占めているのも正直なところです。歴史に名を残すような大物を迎え入れてしまったなっていう、まあ何とも言い難い感覚を持たせてくれる、そんな一足じゃないかなと思っております。それでは第1位、2021年に私が買えたベストスニーカーがこちら、ナイキエアジョーダン6のカーマインでございます。はい、ということで1位はカーマインでした。今回は1位だけはめちゃくちゃ決めやすかったです。候補になりそうなものを見回してみても、やっぱりこれしかないなとかなり早い段階で決めることができました。なんせ個人的にはジョーダンシリーズの中でも AJ6 は 1-2 を争うぐらい好みでして、その AJ6 の中でも結構ズバ抜けてこのカーマインが好きということもあって、もう言うことがないかなというような感じです。自分の中では本当にジョーダンシリーズの頂点の一角を担っているというような一足ですね。でちなみにこちらはアトモスの並びで買うことができた後、ちょっと経ってから ABC マートの方でもリストックがありまして、かなり時間が経ってからでも普通に残ってたので2足目を買ってしまっております。いや、やっぱり最低でも5年、もしかしたら10年ぐらいは復刻されないんじゃないかなと思うので、本当に大切に履いていきたい一足です。ということで2021年のベストスニーカーはナイキエアジョーダン6カーマインでした。はい、ということで、まあやっぱり10足選んで決めるっていうのはかなり難しいですが、今回は1位だけは本当にサクッと決まりました。で全体見回すとブランドではナイキが多かったですが、やっぱりニューバランスが大躍進した年だったんではないでしょうか。逆にアディダスとかプーマ、リーボックはまあそこまでかなというような感じでした。アディダスもフォーラムとか EQT で部分的には盛り上がりそうな気配っていうのはあったんですが、最終的には伸び悩んだかなというような印象です。あとはまあスニーカーブームの終焉みたいなところもキーワードになった年だと思うんですが、今年はどうなるでしょう。個人的にはまあちょっと足数を減らして買いたいかなというのと、どちらかというといろいろなブランドを買いたいタイプなので、2022年もブランドにはあまりこだわらず、いろいろなモデルでスニーカーライフを楽しみたいなと思います。メーカーや販売店の皆様も1年間お疲れ様でした。ということで皆さんも2021年のランキングとか、あとはお気に入りの一足などありましたら、ぜひぜひコメントにもお寄せくださいませ。はい、ということで本日は2021年のスニーカーベスト10をご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。